かったよ。呼ばれていた場所です。今は嫌がってしまっていますが、やる気になってくれて嬉しいわ。よっきボサッとすんなよ。足手まといにならぬようキリキリ働くんじゃぞ。わかってるよ。うるさいな。もうこのゾーンに出現すると思われるウォンテッドモンスターの情報を送信しておきますね。送信した情報は戦略コマンドからウォンテッド情報を見ることでいつでも確認できますよ。オイラも成長したのかな。倒す。勝ったな。成長したって実感はないが。そのあたりがキオスアンダーブリッジと呼ばれていた生存者キャンプだったはずですが、どうやらここも徹底的に破壊されてしまったようですね。スイッチというとこれか。もし近くに鉄くずが埋まっていれば、金属探知機が反応して自動的にシグナルが発生します。スイッチさえ入れておけば、あとはずっとフルオートで作動し続けてくれますよ。シグナルを見つけたらその場所へ移動して調べれば鉄くずを回収することができます。この世界では鉄くずはとっても貴重な資源です。見つけたらぜひ回収してくださいね。新たなベスターポートの登録を完了しました。
人類を代表して金を返させてもらう。勝ったな。倒さない限り先は進めそうもないな。マジかマジであんなのと戦うかよ。今度は人類がお前らを狩る番だ。
ってくる。こんな凶悪モンスターをやっつけちまうなんてさ、まだ信じられないよ。なんていうか、クソすげえじゃん、オイラたち。これからは俺たちが奴らを狩るんだ。そうだな。よし、暴れちゃうぞ。一匹残らず皆殺しにしてやる。俺たちの手で、俺たちの戦車で。そうだな。そうなるといいな。逃げ出すってと思われた。よし、先を急ごう。
一瞬で片付けてやる。勝ったな。成長したのかな。殺されてたまるもんか。負ける気しなかったよ。変えさせてもらうし、先を急ごう。新たなベスターポートの登録を完了します。大丈夫か。分かっやろう。大丈夫なわけねえだろ。大丈夫だ。心臓はまだ動いてる。連れ帰ってポエムに手当て。この状況でよくマストルだけ冷静でいられるな。死んだふりして俺がバカみてえじゃねえかよ。まあいい、こいつが見えるだろ。目の前にあるどでかい銃口がよ。死にたくなけりゃそのままここでじっとしてろ。てめえの戦車は俺がいただく。断る。戦車は誰にも渡さない。座った野郎だ。それともただのバカか。そんなに死にてえならお望み通りあの世へ行きやがれ。あ、そのバカは敵兵。また製造者を見つけたの。今度はどんな。知ってるのか、この男。
アイアンタウンを荒らし回っている盗賊だ。乱族のヴィランだ。なんだよ、もう正体がバレちまったか。たく、有名人はつれずに。歩けないなら肩を貸してやろう。戦車に戻るぞ。うるせえ、俺に指図すんじゃねえ。つべこべ言わずに乗れ。ここで死にたいのか。へえ、善良なハンターさんよ、いいのか俺を乗せて。後ろからてめえを襲うかもしれないぞ。そういえばそうだ。データベースの記録によれば、数多くのハンターを返り討ちにした凶悪なウォンテッドモンスターです。手配名、おちびちゃん。賞金、1万5000ゴールド。ドアにハッキングされて殺人マシンと化したバーサーカータイプじゃ。倒せば、そいつに乗れるようになるかもしれんぞ。賞金くんの強さがどれほどのものか見せてもらおう。回復しとくから。これより戦闘能力の回復作業を開始します。
そうな気しないんだけど。
急ごう。成長したって実感はないが、なんかちょっと筋肉ついたんじゃね。うひょー、すげえや。乗れそうだよこいつに。ごめんな、ボッコボコに痛めつけちまって。乱族のディランか。とにかく一旦町に戻ろう。仮に悪党だとしても数少ない生存者だ。傷も浅くはない。放っておけばそのうち死んだふりをする必要がなくなる。面倒なことにならなきゃ。死者との語らいですか。極めて人間的な行動ですね。あ、ごめんなさい。勝手に部屋を抜け出したりして。問題ありません。これからはアイアンベースがあなたの家だと思ってください。元気になってよかった。新しい服もよく似合ってますね。ちょっとスカート短くないですか。寒い？いえ、寒くはないけど、こんな綺麗な服着たことないし。彼が帰ってきましたよ。新しい生存者を連れて。こんなクソ野郎を連れて帰ってくるとは、アホかお前ら。このディランって野郎は町を荒らしてた盗賊団のボスだった男なんじゃぞ。分かってるよそんなこと。けどモンスターに襲われて。分かっとらんわたわけ。そう怒鳴らないでジンちゃん。あの状況じゃゆっくり考えてるわけにもいかなかったでしょ。それにまあ、たとえ悪党でも今となっちゃ生存者は貴重だし。バカ言うな。ここは軍の最高機密だった場所じゃ。それゆえわしらは町で暮らす善良な人々に対してすらこの場所への立ち入りを拒み続けてきた。その結果みんな死んだんじゃ。わしらが殺したようなもんじゃ。そうじゃろダヌ。今になってこんな盗っ人をアイアンベースに入れてやったりしたら、わしらが見殺しにした連中に合わせる顔がないじゃろうが。すっかり元気になったみたいね。驚き桃の木三所の木。まさかこんな美人じゃったとはな。手当てするね。手当ての仕方はちゃんとパパに習ったから安心して。わった。いてててててあ、ごめん、やり方間違えたかな。手当てなんぞ無用じゃ。お嬢ちゃん、お前さんが元気になってくれてわしはとっても嬉しい。だがその悪党は元気にならんでいい。でも、こんなに違う。アイアンベースは悪党が暮らす場所じゃない。貴様は追放じゃ。追放だ。
上等じゃねえか。どうせこのまま追放されりゃじきに死ぬことになる。分かってて言ってんだろ。追放だのなんだの綺麗事言ってねえで、俺を殺したけりゃここで今すぐ殺しやがれ、クソじじ。ここで今すぐ殺す場合はなるべく血が飛び散らないような方法でお願いします。後片付けが大変ですから。じゃあ殺される前に一つだけ言わせてもらうよ。俺たちだって好きで盗みをやってたわけじゃねえ。親の顔も知らず面倒見てくれる大人もいねえ。そんなガキが身を寄せ合って生きていくには盗みでもやらかすしか道はなかった。水にも食い物にも苦労せずここでぬくぬくと安全に暮らしてきたてめえらにゃ金輪際わからねえだろうけどな。手下たちはどうしたの？あったな。ストリートギャングの仲間たちはみんな死んだ。サンズに襲われてな。生き残ったのは俺一人だ。どいつもこいつもバカで世話の焼けるろくでなしどもだったけどな。死ぬには早すぎるだろう。まだ何も知らねえガキばっかだったんだぜ。くそ、年を取るとはどうにも涙もろくなっちまうの。そいつの過去なんかどうだっていい。生存者がいようがいまいがどうだっていい。俺はただ一匹でも多くモンスターどもを殺したいだけだ。だがそのためにはあんたらのアイアンベースの協力が必要だ。だから生存者を助けた。だがそれが原因で争いが起きるならもう誰も助けない。生存者の救出なんて二度とお断りだ。仲間を殺したモンスターが憎いか？憎いに決まってるだろう。だったら俺たちと一緒に戦え。偉そうに俺に指図すんじゃねえ。言われなくたって戦ってやるさ。奴らに俺の仲間を殺した落とし前きっちりつけさせてやるぜ。出血しすぎたようですね。このまま放置しておけば死にます。殺す手間は省けたようですね。それともベッドに寝かせて看護しますか？まあ、ともかくトニちゃんの全開を祝って乾杯しましょう。ええ、こんなめでたいことはめったにないからの。おいら、酒はやめたからさ。炭酸水作ってくる。炭酸水なんてあるんだ。飲んでみたいな。そう？おいらが作ってきてあげるよ。あれだけふてくされて飲んだくれとったやつが、効果てきめんじゃの。ちょっとジン、冷やかさないの。せっかくその気になってるんだから。あの、助けてくれてありがとう。とにかくちゃんとお礼言っとかなきゃって思って。あんな綺麗なベッドで寝たことなかったし、こんな綺麗な服着るのも初めてだし、水も澄んでて美味しいし、この世界にまだこんな綺麗な場所があったなんて本当にびっくりすることばかり。いや、トニー、持ってきたよ。え？あ、炭酸水ありがとう。おいらはそのヨッキーって言うんだ。よろしく。前にアイアンタウンで何回かトニーのことを見かけててさ、ひょっとしてオイラのこと覚えてくれてるかななんて。覚えてないか。まあそうだよね、口聞いたこともないし。みんな辛い思いをして生きてるんだよね。
ディランって人の話を聞いててそう思った。悲しいのは私だけじゃないんだって。え？ああ、そう？オイラは特にそんな悲しい思いはしたことないけど。あなただってきっと義手してるくらいだから、きっと何かすごくひどい目にあったんだよね。その話はしたくない。それよりさっさと乾杯しよう。じゃあな、かわいいお嬢ちゃんの全開を祝って乾杯。乾杯。乾杯。アルコール分 43%、 ごく微量のナトリウムとカリウム、ブランデーですか？これはとっておきの、結果的に瓶の中で100年ものになったウイスキーよ。一緒に戦いたいです。仲間に入れてください。パパはモンスターに殺された。私が知ってた町の人たちもみんなディランって人と同じ。私だって仇を討ちたい。それはわからないけど、でもパパからいろいろ教わったわ。お願い、私にも仇を討たせて。いいだろう。だがもし俺たちの足を引っ張るようなら、その時は遠慮なく仲間から外させてもらうぜ。ありがとう。足手まといにならないよう頑張ります。草上のあたりの生存者のキャンプを調べてみてくれ。ユートキオ反抗作戦で一番の激戦地になったあたりじゃな。ユートキオ、伝説の大破壊で最初に狙われたのは世界各地の大都会だったんだってさ。東京もあっという間にドッカーン。でも東京の地下にはそこら中に地下空間があったから、多くの生存者が地下に避難できたんだ。彼らは地下道を掘り進めて地下空間を連結し、生存者たちの地下ネットワークを作り上げた。それがアンダーグラウンドトキオ、略してユートキオさだよね。ああ、そんなところじゃ。そのユートキオが破壊されてデストキオと呼ばれるようになった。話せば長い物語じゃ。詳しいことはまた今度ゆっくりと。え、何をしとるんじゃお嬢ちゃん。まさかこやつらと一緒に？はい、出撃します。せっかく命を助けてもらったんだから、少しでも役に立ちたくて。え、オイラたちと一緒に来るの？結構毛だらけ猫灰だらけと言いたいところじゃが、お嬢ちゃんの出撃は許可できん。ひょっとしたらわしらは人類という絶滅危惧種の最後の生き残りかもしれん。お嬢ちゃん、つまりお前さんはこの世でたった一人の
人類最後の女かもしれんってことじゃ。お前さんが子供を産んでくれにゃ人類は滅ぶかもしれん。産むためには生きててもらわんと。突然そんなこと言われても、それに私セックスの仕方とか知らないし、自分が子供を産むなんて想像もつかない。だって処女だから。このご時世にまさかこんな美人が処女じゃとは。まいったの。じゃが女の生存者は今のところこのお嬢ちゃんしかおらん。それは紛れもない事実じゃ。もし万一この子が出撃して死んだら人類は滅びるかもしれん。それだけは防がねば。つまり私は女だから誰かとセックスして子供だけ産んでろってことですか。お嬢ちゃん、何もそこまで身も蓋もない言い方せんでも。じゃがまあそういうことじゃ。人類が滅んでもいいのか。トニの命を救ったのは彼よ。だから彼に決めてもらいましょう。誰にでも死に方を選ぶ権利がある。そうジードが言ってた。死に方を選ぶってことは生き方を選ぶことなんだって。男だろうが女だろうが関係ない。今の俺たち人類には奴らに復讐する権利がある。たとえ人類最後の女でも戦いたいのなら戦うべきだ。ありがとう。それに私死なないように頑張るから。あの子を行かせてしもてよかったじゃろう。それを私に聞くなんて。あんたも暴力したわね。私に生殖機能があればよかったのですが。それはどうかな。